本物の舌は誰だ、ウルフドックス食虫選手権。こんにちは、小籔です。皆さん、季節は9月になりました。もう秋です。秋といえばスポーツの秋、読書の秋、そして食通の秋です。ということで本日は、チームの中でもこの3名グルメでとても知られているこの方々に集まりいただきました。こんにちは、ウルフドックス名古屋26番山崎です。よろしくお願いします。1番山田です。お願いします。23番の勝岡です。よろしくお願いします。決戦の舞台はホームアリーナエントリオ内のカフェ&レストラン&トレステさん。ルールは至ってシンプル。こだわりのパンとホテルのシェフが作る自慢の料理で大人気の&トレステさんで提供されている商品と一般的な商品を食べ比べていただき、&トレステさんの商品を当てていただきます。見事チャンピオンに輝いた方にはグルメ王の称号が与えられます。そして順位に応じて&トレステさんの人気メニューが味わえます。なんとサーロインステーキセットです。ありがとうございます。はい、まず最初はお店大人気メニューの一つ、アイスコーヒーです。&トレステのアイスコーヒーはイタリアの老舗ブランドイリオの豆を使いまして低温抽出しておりますので、すっきりとした味わいが特徴のコーヒーです。すっきりしてるね。一方はウルド君が買ってきた缶コーヒーです。見た感じ違いが分かりませんね。果たして3人はお店のコーヒーを当てることができるのでしょうか。色的にはあんまり変わりがないですけど、皆さんどう思いますか。勝尾さん、もう分かりましたよ。しおさんどうですか。ちょっと分かんないですね、まだこの状態じゃ。山崎さんどうですか。そうですね、コーヒーあんま飲まないんでちょっと未知の世界ですね。お召し上がりください。どうぞ。3人のコメントは演技なのかそれとも本音なのか、己の味覚を信じテイスティング。3人が出した結論は、では皆さん一斉に回答をお願いします。A、B、B と、勝岡さんだけ A。 あのね、右はね、あのしっかりね、こうね、時間かけたんだなっていうコーヒーなんですよね。こっちはね、なんかね、飲み馴染みのある味なんよね。あ、これよく飲むわ普段っていう。こっちはね、ちょっとね、ちょっと違った感覚がね、あったんよね。間違いないよ。間違いないよ。塩さんいいですか。俺こうします。ちょっと僕の優柔不断なところが出てしまったっていうのは正直な理由ですね。勝岡さんの意見聞いてるとかじゃないですか。それはなくて、あるよ。自分の意思で変えるってことでいいですかね。正解を発表したいと思います。ではウルド君お願いします。正解は A です。よかった。簡単なんよ。簡単なんよ。いや、熱弁しただけありますよね。簡単なんよ。確かにね、 A の方が美味しいかもしれない。飲み切ってるからわからないよ。はい、続いての問題は、食パンです。アンドトレステの食パンはしっとりと食感が特徴の美味しいパンです。一方は、ウルド君が先ほど買ってきてくれた本日特売品1斤120円のパンです。見た目でわかる形が違う2種類の食パン、動画をご覧の皆さんはどちらだと思いますか。3人には A と B を同じサイズに切り分けたものをそれぞれ味わっていただきます。わかんないです。めっちゃ難しいこれ。そしてこの問題は純粋に食感と味を見極めてもらいたいため、アイマスクをつけて食べ比べていただきます。まずは A の方から。それはもう次は B のパンです。普段ギャグを織り交ぜてくる3人が無言。これはグルメ王を目指した真剣勝負。全神経を研ぎ澄まし食パンを噛みしめます。
シュウさん長いですね。お腹いっぱいなんですからもうね。え、分からん。勝岡さんうなずいてますね。これはもう、あ、イージーですか。イージーだね。あ、イージーだ。イージーいただきました。もうこれぐらい差がある。そめっちゃあるやん。ではマスク外して大丈夫です。え、マジ分からん。楽勝。えぐい。朝飯前。朝飯前よ。準備ですか。はい。一斉にどうぞ。B A B と。B の方がなんかなんだろう、ふわふわしてたみたいな感じがしました。なるほど。香りです。香りが良かった。はい、さっきこう鼻こう突っ込むように言ってた。はい、味としてはですね、うん、あの食感が、あのね、もちもちふわふわしてました。俺は A の方がもちもちしてたかなって思います。ではウルド君に正解を発表してもらいます。どうぞ。お、 B、 正解は B です。2連勝、はい、すごい。浅田さんやっぱイージーで言うだけありますね。楽勝だよ、楽勝。わ、全然違うわ。お前だって食パンめっちゃ食うからさ、めっちゃなんか柔らかい。見んかったら分からんね。いや、それはもう分かるわ、これは。って言ったらいかんな、外しとるが。言えんな、発言権なくなるな、これ外したら。はい、続いてはジェラートを食べ比べていただきたいと思います。さっぱりとしたアナトレッセの自家製のヨーグルトジェラートです。はい、そしてもう一方はウルト君が買ってきたヨーグルトジェラートです。これまた見た目では判断できない問題。これは口に入れてみなければ分かりませんね。お自由にどうぞ食べてください。一気にいくね。さすがデザート通だな。食べた。味わえよ、ちょっと。どうですか、塩さん。難しい。でも全然違うね。これは違う。違いは分かる。違う、これは違うってことは分かる。ただどっちが、うん、どっちか分かんないと。そう、その通り。正解だと思う札を。ちょっと待って、ちょっと考えさせてくんね。ないないないって、もうこんな時間。ちょ、ガチで当てに行きたいなって。いいって、もう余裕あるやん今まだ。ごめん。もう優柔さん出てるな。ここで勝岡選手と山田選手のために、とっても優しい川本さんから大ヒント。氷の食感がありつつも滑らかです。氷の食感がありつつも滑らか。では正解だと思う方を上げてください。どうぞ。 A A A と。あ、みんな A ですね、すごい。じゃあ勝岡さんから聞こうかな。あの口当たり、なんか氷の感じがありつつっていうのが、あ、 A の方があったかなみたいな。それで決めた。 B の方は滑らかだけみたいな。そこで A にしましたね。めっちゃ美味しかった。どっちも美味しかった。めっちゃ美味しかった。さっきのヒントを元に A って決めましたもん。はい、ああ、よかったですね、はい、最後のヒントね。じゃあ、はい、どうですか山崎さん。そうですね、もうヒント言われる前からもう A の方がちょっと氷の食感があった気がしたんで、もう最初から A に決めてました。僕は甘いもの食べた時ありますね。さすが。では正解を発表してもらいたいと思います。どうぞ。正解は A です。みんなすごい、すごいな。いやでもそ、あのヒントがなかったらめっちゃ なかったらやばかった。めっちゃ悩んでた。マジめっちゃ悩んでた。すげえな。え、分からん。今点数の振り返りをしたいと思います。では山崎くんは1問目外して2、3問当たりました。今2問です。石尾さんは最初当てて
2問目間違えて最後当てました。で2ポイントで、勝岡さんはパーフェクトと。次の問題が勝岡さんミスして2人当たれば同点と。おもんないですね一番。そう、もしくは勝岡パーフェクトいくか。うん、いこういこう、パーフェクト完全制覇ということで、次が最後の問題です。最後の問題はコーンスープを食べ比べていただきたいと思います。アンドトレッセでお子様人気ナンバーワンのコーンスープです。最後は超サービス問題。アンドトレッセのコーンスープとウルド君が買ってきた粉末のコーンスープ、見た目でも濃厚さが伝わる方が正解ですよ。ということでこの問題もアイマスクをつけて味の違いを見極めていただきましょう。美味しいです。最後に川本さんからダメ押しのサービスヒント。粉末にはない滑らかな舌触りが特徴かなと思います。やっぱり滑らかほぼ正解言っちゃってるわこれ、はい、もう勝岡さん返事してないけど、どうしたんですか。いや楽勝ですよ。もう聞かなくても分かってましたから。あ、なるほどね、うん、では一斉に札を上げてください。どうぞ。 BBB。おお、みんな B。 すごいな。なんかね、喉に突っかかる感じがしたよね。1個目あの粉みたいな A が、あ、そう A がか、そう B の方はほんまに滑らかだった。もう舌触りもそうだし、ね、飲み込んだ時のこの喉の感じもすげえ語るな、うん、俺案外舌いけるかもしれないどうですか志田さん、迷ってましたけど、うん、これもヒント。あ、ヒントで、ヒント、滑らかで決めたみたいな。これはヒントだから、人からの後、人押しがね、人押しが順に弱いタイプなるほど。どうですか山崎さん。もう余裕。 A はもう濃いめのコンポタのあの粉の作ったやつと一緒だった、ね、もう普段食べてるやつみたいな。あ、なるほど、うん、では正解お願いします。正解は B です。すごい。ということで勝岡さんがパーフェクトです。すごい、ダントツ1位ですね。ついにやりました、2021のグルメ王ゲットです。そしてグルメ王の副賞、アンドトレッセさんのランチメニューをゲット、おめでとうございます。いただきます。うん、めっちゃうまい。柔らかいですね。あのこの焼いてるところとちょっとこの半レアっていうんですか、ここのね違いがね、あのいい感じでね感じれて美味しいです。ホテルシェフによる絶妙な火入れ、レアの色合いが美しいですね。オープン時からの人気メニューなんだそうです。見事2位の人は旬のフルーツタルトです。しかしタルトは一つだけ、同率2位なので、ここは川本さんにご指名いただきましょう。今日は私のヒントを聞いてくださって、素敵なコメントをしていただいた選手の方にお渡ししようと思います。どっちだどっちだ、どっちなんだこれ。うわありがとうございます。なんか2位3位のが楽しそうじゃね。季節のフルーツを使ったフレッシュなタルト、注文が入ってから盛り付けるスタイル、こだわりが違いますね。美味しい、本当に美味しい、うん、特別甘いとかじゃないんですよ、本当に一軸立ててます。はい、なんかカスタード入ってて、どん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 食べ進めるほどね、あの味が変わってくる、本当に美味しいです。ありがとうございます、アンドトレッセさん。3位の山崎選手には美味しい食パンの耳を召し上がれ。どうよ、早いな食うの。パンの耳だからといって侮ってはいけませんよ。
本当に美味しい食パンは耳だって美味しいんです。あや。はい、完食しました。思った以上に、うん、自分の舌がすごいなって、あ、自信持ってたって感じ、うん、自信持てました、はい、今回のこの企画で。それぐらいもしかしたら、やっぱり違いがあるのかなみたいな、うん、あのトレスさんが良かったってこと、うん、全然自信がない人でもやっぱ違いを感じれるぐらい、うん、その、ね、料理すごいなって感じました。ね、間違えちゃったんでね、はい、そうですね、まあ、もうちょっと鍛えなきゃいけないなって思いました。なんでアンドトレスに足運びます。どうぞぜひ行ってください。コーヒーをいつも飲まないっていうところでちょっと今日ハンディがあったんで、まあそれにも負けないぐらいもっと食の勉強していきたいと思います。おお、いいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。そして初めて司会を務めた小籔さんにもお店から新商品のご褒美が。めっちゃうまいです。これカレーパンです。カレーがまずうまいです。パンも美味しいし、まあ、最高です。ありがとうございます。